今、あの宇宙から地球を見て一番変化している場所はどこかというとあの北極海ですこれ僕が撮ってきた写真ですけども20年ちょっと前は夏でも北極海は全域が氷で覆われてましたでだん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 減っていって今やこのような状態になっています、まあ、どうして氷が減っていったか温暖化の影響というふうにあの考えることが多いと思います 温暖化はありますけども、それが全てではなくって、北極海の中にあの内在している仕組みが大事になります。まあ、実際にこれが北極海の氷の減少です。まあ、一様に減っているのではなくて、この途中で急にあの減り始めていることがわかると思います。まあ、大気の温度っていうのは徐々に変化してるんですけども、北極の氷っていうのは急に変化しています。 ま、どうしてこんなことが起こるのかということをお話しします。まあ、簡単に言うと氷の動きが大事になります。北極海が全面氷で覆われていれば、まあ、例えばこのアイスクリームのように出したばっかりのアイスクリームっていうのは回せません。でも、周りが少し緩んでくるだけでくるくる回るようになります。このスプーンっていうのは風で、このアイスクリームっていうのは北極海を覆っている海票と考えてください。 まこの周囲が変わるだけで急に動き始めるようになる。まあ、そういったことがあの北極海では起こっています。まあまさにシャボン玉のようなものでちょっと変わるだけで全体が変わるなくなってしまうっていうことが起こっています。でこれが実際の人工衛星のデータをアニメーションにしたものですけども左のように北極海がこう全面氷で覆われているときは氷の動きっていうのは。 ひひびが入ってひびがが入入っっってたた分だけ動動くそういった動き方をしますしかしこの縁のところ陸のところに氷がないと簡単に動いてしまいますその結果何が起こるかっていうとこの氷の下の海洋の循環海の循環が強くなりますそうすると南から北に向かってあったかい水が北極海の中にどんどん入っていって海が温まります海が温まると どうなるかとというと氷にくくななりますなので氷が溶けて海氷が減少するということもありますけども海が温まって氷ができにくくなるっていうことがあの一番大事なことなんです。でこのループというのは氷が動くそうすると海流が強くなって海の温暖化が起こるそうすると氷ができないそうするとまたスカスカな状態が続いて もうどん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 なくなるループに入っていますまあ、こういったメカニズムが北極の海氷減少そしてその全球規模に及ぼす影響を考える上で重要になります